アゼリア丸は、神新旗船が運航していた、下客船。アジサイ丸の代船として、三菱重工業下関造船所で建造され、1988年2月16日に、就航した。共有建造制度を利用して建造された、船舶整備工団との共有船である、フェリーアゼリアの就航により、2014年11月18日に、引退した。その後、 ソロモン諸島へ海外焙煎され、アンジェネットと改名して、ホニアラギゾ航路に就航している。神新規船3層甲板型の貨脚船で、船体は上部から航海船橋甲板遊歩甲板上甲板クラウチと呼称されていた。航海船橋甲板は操打室及び乗組員区画、遊歩甲板は旅客区画、上甲板は旅客区画、クラウチは 前方が旅客区画、後方が機関室となっていた。船体の全部は、長さ約6.6メートル、幅約5.3メートル、深さ約4.7メートルの貨物層となっており、力量5トンのトムソン式デリックにより、貨物を2役した。スラスタを装備していないため、離着岸時の回答にアンカーを使用していた。現、ラ装置として、アンチローリングタンクを装備していたが、 フィンスタビライザーは装備していなかった。発電機関は1 4 0ットの発電機と 220PS の原動機を2セット搭載していた。船内に食堂、売店はないが、飲料、カップ麺の自動販売機が設置されていた。ありがとうございます。